よし、開始。着いた。受け渡し場所はどこ？計画が少し変わった。近くにある別の受け渡し場所を使いたいが、途中にクルーガーゼックのパトロールが大勢いる。騒ぎに対応しに来たんだろう。こっちでいいんか。わざわざ戻る必要性ある？ちょっと待って、タブで開いて行きゃいいんか。来た道通って通る意味あるか。受け渡し場所まで集中を切らすな。止まったりミスを犯しすぎたらたどり着けないぞ。うわー、なんかやだ。あの止まるな系とか、あとはそのお見つけ全然ダメなんだよね。なんなん、集中を切らすなフェイス。こういうミッション飛ばしたいな。受け渡し場所まで集中を切らすな。止まったりミスを犯しすぎたらたどり着けないぞ。むずいわ。はい、でキックすればいいの。足元に注意しろ。ん、どういうことだこれ。攻撃しちゃいけんのか、もしかして。受け渡し場所まで集中を切らすな。入ってたの。来た。止まったりミスを犯しすぎたらたどり着けないぞ。止まったりミスを、明らか感性つけて倒してるじゃんか。むしろってこと？むしろってこと？むしろってこと？足元に注意しろ。なんだこれ。ちょ、待って、え？ジップライン飛び引いたウォーランからのトラバース攻撃で。受け渡し場所まで集中を切らすな。止まったりミスを犯しすぎたらたどり着けないぞ。はあ、オイルクリックで戦いってこと？オイルクリック？止まったじゃんお前今。あれは明日になったら痛みそうだ。おい、こっからから止まったよ。いい動きだ。明らかに止まってんですけど。もうすぐだ、止まるな。俺が止まるのはダメで、システムが止まるのはありなのか。着いた。苦労の甲斐があるといいけど。それ以上だ。今日は大勢の人を助けたな、レイズ。また後で話そう。複合企業のやり方を逆手に取るのさ。それには広告板がうってつけだ。広告板をハッキングすればエンプロに明確なメッセージを送れる。それで一人でも目を覚ましてくれれば十分だ。よし、フェイズ、本格的な任務を始める準備はいいな。ぴったりの仕事がある。隠れ家に戻ったら詳細を確認しよう。少しは道元に返済する助けになるはずだ。すみません、持つ。メガネ外しとる。そろそろ勝たせてもらうぞ。ここだ。ああ、その手を待って。くそ、展開早くね。落ち着け。ああよし。おい、なんだよ。マジか。
嘘だろ。お楽しみの途中。ああ終わったよ、俺の勝ちだ。これってこんなゲームだったっけ。こんなゲームやってられるか。なれるさ、俺もフェイスに勝てなかった。今もね。私に仕事があるって。ああ、オンオン。報酬はでかいぞ。エリジウム研究所のデータを盗む。エリジウム研究所、大丈夫か。余計なお世話よ。お前も行け。私一人で十分よ、ノア。前みたいにか。仕事は一人でやれ。イカロスは見張りだ。いいか、気を抜くな。データは厳重に守られてる。一瞬の油断が命取りになるぞ。で、俺の取り分は3分の1だ。嫌、なら、アイーシャとケイレブにやらせる。どうだ。わかった。先に行くよ、フェイス。それと、迷子になるなよ。行け。先を越されたいか。覗いた。五目並べか。五目並べだったらあれですかな。どうダメだ、喋れん。赤どっちだっけ。五目並べやったことないんだよな。だよね、俺オソリみたいなイメージないと。五目並べってあんな早く決着つくはずないと思うんだけど。なんかこれ周りのグライカーはまあまあだけど、あのジンベスとかあんまりお金かけてない。そのペトルフィールドシリーズに比べるとそんな感じ。エリジウム研究所は最も高いビルの一つだ。側面にロゴが見える。もう半分まで来たぞ。追いついてみろ。ちょっとダメ食らいすぎたな。念のため確認だ、フェイス。エリジウムの農業部門に侵入しろ。そこの端末にショットガンを使え。それから脱出だ。こっちだ。今の動きもおかしいし。どうやら今夜はついてるようだ。なぜ？空いてる窓を見つけた。簡単に入れる。どうも腑に落ちない。警備が緩すぎない？さあな、降りるか。その方が余計な心配しないで済む。どういう意味？前科があるだろう。いや、いい。巻き返せ。稼いでこい。開いている窓を探す。罠っぽくない？なんか窓が開いているそうだな。だよな。清掃員が閉め忘れた可能性もあるが、おそらく違う。慎重に行け。あ、注文では。フェイスは慎重とは言えない。お前がサポートしてやる。もうやってるさ。窓へのロープを用意したぞ、フェイス。伝っていけ。ん？ん？え、なんかないか。あ、違う違う。中に入った。よし。エンプロイが残っているかもしれん。それと、クルーガーセックに気をつけろ。前作の主人公なのに、なんか扱いがひどいんだ。まずいぞ、下が騒がしい。幹部の車列が到着した。エンフォーサーだらけだ。なんだと。どうも気に食わない。どうあれば気に入るさ、ドア。ああ、そう願おう。農業部門は最上階だ。エレベーターを使うのが一番早い。よいしょ。流してオンライン接続。リクタさんこんばんは。前作ね、そう思ってね、あの最後まで進んどったらさ、なんか敵の装備拾えて使えたんだよね、銃。だから 今作ももし銃使うやつがおったら、あ、いけた。銃使うやつがおったらもう積極的に拾っていくよ。あの銃使わんかったから、あのかなり時間かかったね、プレイ。ん？何これ。こうのこうのこうか。
で、問い箱を取って、で、難しい、マジか、マジか。俺が試しつきたいんだけど、もうちょっと頑張れ。どうする？ああ。よいしょ。えっ、うんうん。登れるんか、お前。鼻から登れや。これ横行ける？はあ。はあ。ジャンプ？いけるじゃん。そう、俺高所恐怖症なんだよ。多分前作のタイトルにも使ったけど、高所恐怖症なんよ。ちょっとね、あれなんとかヒュンするね、これ。エレベーターを見つけたらシャフトを登るか、カートの上に潜んで運んでもらえ。え？ちょっと待って、は？ちょっと待って、あ、登って、はい、後ろ向いて、はい。池さん、大丈夫か？3日前に要請を送ったんです。あ、これ、なんか落としたい。はい、ここから今行け。なんそれ。何にぶつかった今。何にぶつかった今。あんまり笑かさってくれるかな、これ。ちょっとぶつかる予想なかったんだけど。待って、何がぶつかった今。あ、もうちょっと上がっていかないでしょうか。上がって、はい、3日前に要請を送ったんです、ミスタークレーム。はい、わかりました。実は昨日プロジェクトのサブハッチにキングダムというものに関して、なんそれ。ほっとったらエレベーター上がるんじゃん、これ。あっちに飛び移るかと思ったわ今。ひっと、もうちょっと右、もうちょっと右。よいグリトリンクの移動は無事完了。よいしょ。あ、涙出てきた。農業部門に入ったわ。それとガブリエル・クルーガーが来てるみたい。何？この仕事は中止すべきだ。ダメ。はい、最後までやらせて。はい、分かった。止めても無駄だろう。うわ、力する。外に変化があったら逐一知らせろ。待て待て待て、フェイス、やばない。次はオフィスを探せ。もうやっぱり、もうちょっとリアルだったらもうプレイできんよ俺。モーテリがエリジウムの練習と何を企んでるか知らない方が身のためだ。情報は武器だろ、ノア。人によってはな。着いた。よし、ワークルーム 4H の端末に接続しろ。
あとはショットガンがやってくれる。 4H？ ワークルーム 4H を探せ。ワークルーム 4H を探せ。なんか何してるの？この旅の記録をつけてる日記よ。アバニンに見せるためにね。あの子はだいぶ回復してる。でもまだ完全じゃない。この旅の記憶はあまりないでしょう。高級品リストはもうすぐ埋まる。ファイアハードはまだ乗り物を探してる。使えるやつが必要だ。そうね、それは簡単ではないと思ってた。ブラックのメンバーに頼もう。彼らにはなるべく関わりたくない。銃がある、それで十分よ。アバニを見てくる。それが終わったら教えて。わかった。あ、オンライン接続制って書いてある。あ、なるほど。から、こうのこう。ワークルーム 4H だぞ、フェイズ。これでここヒントコンじゃなかったらクリアできんくないか。水天さんこんばんは。うん、とりあえずやる。あの視聴者、まあ今何よるかわからんけど、とりあえず、朝までやろうかな、今日は。本当は2時ぐらいで切りたいんだけど、状況によるパパッと済ましたい。もう端末の前よ、ショットガンを使う。ショットガン使って完了を確認した。うわ、なんかエラガン来た。誰かいる。ランナーじゃないみたい。とにかくそこを離れる。ごめんなさい、ちょっと見てくる。だろうな。ならここに座って無事に戻ることを祈るしかない。俺だったら言うな。フェイズ、いいところを見せようなんて思うな。ただ無事に戻ればそれでいい。あ、ちょっと待って。え、普通に飛べばいいよ、この人。そうっすか。なんか行けないところをなんか無理やり行こうとして何回も死にそう。書いてなかったら行けるかな。もうちょっと上があった方がいいな。このぐらい。うい、よしよし。このエリアはまた違う。何をするところなの？フェイズ、状況は通信が届いていない。もし1階ならせ、こちらで出口を。死んどる。ナイフそこにつける？この金属は全施設の研究を反映している。よかったです、ミスタークルーが。今は何？あ、これ、これ、女、フェイスのせいにされるぞ。あ、違う。ミイラ所長、警報を鳴らせ。奴を捕らえろ。こちら所長のミイラ、コードブルー発生、ドクターヒルが死亡。何？締め出されたですって？そんなもの、強制解除しなさい。タグを教えるわ。7709。この人、こんだけ自信かな。ハマと思ってる人めっちゃ来るけど。弱っ。生かしておけ。何を持っている？生産狩りです。そうか。あれはどこだ？どうすんどうすんお前。逃がすな。下がったと思ったら生産管理だったわ。フェイズ、聞こえてるか？後で話す。脱出しないと。ここね、今時間下げられてる。ここからは俺たちが何とかする。
は？え、ま、待って意味わからん。とりあえずスピードをつけて。フェイズ、とにかく脱出しろ。スピードをつけると。必要なら戦ってもいいが、そこから逃げろ。イカラス、フェイズを援護しろ。ほい。アディさん待つ。アディさん待つ。走れば走れ。あれ、ちょっと待って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 。え、赤い棒あるんだけど。え、ちょっと待って、どこ刺したのこれ。こっち。え、どっち。ちょっと待って待って。おあ、なるほど。え、パパって済ませたいのは、え、これやる時間が決まってるんだよね。これちょっと今あのオリジンの赤でやってるから、あのアクセサーかで課金したのがもう 1ヶ月前ぐらいなんだよね。分かった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 。侵入者、地面に引けろ。とりあえず走ればいいんだろ。走ればベース、とにかく脱出しろ。必要なら戦ってもいいが、そこから逃げろ。イカロス、ベースを援護しろ。分かってる。割れるなら早さから割れてくれ。そこが下の階に向かえ。攻撃してルートを確保する。そこから離れろ。ダッシュ。はい。封鎖を完了しました。彼女が脱出したそうぞ。もし俺がいなかったら。よくやった。二人とも戻ってこい。ウィトールに見つかるな。ヤツらは俺が引きつける。隠れ家に戻ってるフェイス。あのフェイス。街に警戒態勢が敷かれた。グリッドも大騒ぎだ。何だろうな、聞いた気がする。随分な騒動を起こしたものだな、フェイス。ずっと言ってきたはずだ。クルーガーセックには関わるなと。それなのに、出所して早々この騒ぎか。俺がどうしてわざわざ。イカラス、状況は？あとは巻くだけだ。もうすぐ戻る。これわざわざ同じところ何回も何回も走らされる系なんですか、これ。ここでなんか本拠地に戻るとかだろ、これ多分。でまたあれでしょ、この壁と向かって喋ってろって書いてあるやつ、これ多分。痛いね痛いね。はい、どうしたんだフェイス。いきなり何。そんな調子じゃいつ死ぬかわからん。結果を出せばいいでしょ。見てよ。このものじゃない。ええ、死んだ持ち主もそうだったわ。これで道元と決着をつけられる。いや、俺たち全員が死ぬ。フェイス、ガブリエル・クルーガーには絶対に関わるな。一切の手を引くんだ。これは送り返した方がいい。どこへや。クルーガーに見られたか。大丈夫よ。顔までは見られてない。私は良かれと思って。そんなこと考えるタイプじゃないだろ。まったく。こいつをどうするか決めないと。それまで殺されないように気をつけろ。いいな、二度も失えない。はあ、今戻ったよ。クルガセックは消えた。なんだよ、なんとか言え。少し休むわ。何かあったら起こして。おい、え、バッチリ顔見られてなかった。奴らを今止めなければ我々の生活は支配されてしまう。下がれと言ったんだ。今はダメ。これを終わらせなきゃ。フェイス、キャット、どこにいるの。こっちだ。ここなら安全だ。じっとしていろ。フェイス、怖いよ。話せクルーガー。
協力すべきだったな、ドクター・コナー。そんな真似はしたくなかった。ママ、あれは何？あれはね、チビちゃん、あなたの未来よ。アップデート、ちょっと待って。なんかアップデートできますね。左下にチラ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 出よったんだけど、ノーマルでどこまでできるか試してみよう。よし。クレスカ、君にいいものがある。ノーマト、どこにいるの？ビートリンクと連動できるグリッチモッドを手に入れた。コピーを送ってやる。それを使えばゼファーにあるファンを通り抜けられる。試したら会いに来てくれ。問題が発生した。なんか前作回転できよったのにさ、今回回転できんのだけど、なんでこれ、しゃがみの回転が。ええ、ディスラプト、ディスラプトって何？素敵、ありがとうノーマット。今から向かう。気に入ると思ったよ。たけさん、たけしさん、こんばんは。あ、ちょっとベッド見てなかったな。目立たずに組織を維持して少しずつ信用を築いていった。それも今は変わりつつあるわけか。敷地内にランナーを発見した。落ちろや。罪悪感がないね、これ。人物がリアルじゃないから。よし、位置に着いた。ここで待ってる。フェイス、どこにいる？いや、ノア、フェイスに手伝ってもらってる。またか、今度は何だ？すまないが、知らない方がいい。でも正義のためだ、本当さ。まったく、どいつもこいつも。終わったら会いに来い、フェイス。何待て、これに置いてあっただけなんだ。待て、何これ。ルートがは、あれ、そのミッションっておらんかった？あえてリアルにしない可能性もあるかもね。このぐらいちょうどいいかも。よし、結構いい時間だから、次回の動画に続く。